これオープニングでも流れてたけど、ここが施設なんだよね。これ周りは海かな。思った以上に孤島というか、これは確か逃げ切れねえか。起床時間。さあみんな、起きてちょうだい。でも昨日の夢は一体。あの部屋を見に行こう。あの夢を見た後でジュリアさんとかとしっかり会話ができるかしら。他の部屋にはいなさそうか。じゃあ探索するよりはささっとストーリーを進めて、あ、いた。あら、ジルド君、どうしたの？何？私の顔に何かついてる？ついては、おらんけれども。まあ、いいや。手からルミノル反応とか出るかもしんないけど。とりあえずは、ね。あれ、グラードがおらん。ジルド君、おはよう。昨夜は大変だったね。あれからよく眠れた？おはよう、ジルド。よかった、生きてた。いやー、レオナルド死んだらちょっとショックだったもんな。俺たちが殺される夢を見た。そうか、夢でよかったな。夢で終わらせない。あー、会話は、これでおしまいか。あ、グラードもよかった。なんだよ、俺が本読んでたら悪いか。読んだら悪いってことはないですけれども。まあなんていうか、そのギャップが良かったりするんじゃないかな。部屋を見に行こうっつったっけか。おや。夢の中で出なかったっすね、オスカルさん。ああ、わかった。それじゃああれを試して。電話をしてる。話しかけるならそう。あれを頼む。試す。やっぱ実験？いや、何かを隠してるのは間違いないっぽいんだけど。いや、どこまでが夢でどこまでが映すかがよくわかんねえからな。昨日と同じだ。鍵がかかっている。でも中から声は聞こえてこないな。聞こえてこないか。とりあえず部屋は見たけど、特にイベントが起こるわけでもなしか。ジルド君、どうしたの？廊下の突き当たりにある鍵のかかった部屋なんだけど、昨日あそこに誰かいるって話してたよね。ちょっと気になっちゃって見に行ってみたんだ。でも、もう誰もいる気配がなくて。ニコラの元ルームメイトの子が、昨夜のうちに搬送されたらしい。ああ、そんな話したっけかなとかいう話になるかなと思ったけど、いたのは本当なんだ。手に負えなくなってね。なってみや。ここでの構成が難しいと判断されたってこと？ああ、そうだ。俺たちも、もし構成不可能だと判断されたら、同じような扱いを受けるだろう。そんな。ミネルビータ X。彼はこの薬の症状が出ていた。え、その薬は、薬なのか、タイトルは。俺たちがここに来る前に使っていた特殊な、あ、なるほど、その構成施設なのか。やっとここに来てそのタイトルの謎と構成施設の謎が分かった。その薬に、を摂取した直後に現れるはずの幻覚幻聴の症状が、薬を摂取できないはずのこの施設内で発症した。最近多いみたいなんだ。ここに来てからその症状が出る人。ジュリアさんたちも原因がわからないって困っていたよ。この施設に来てからあの薬の症状が気になる点が多いな。この施設のこともっと調べてみよう。調べてわかるもんなのかな。なるほど。この施設に関すること、事務的な資料なら、サイの部屋にあるんじゃない？悪い夢を見ると気分も落ち込んじゃうよね。大丈夫、僕がついてるよ。昨日もらった飴ちょっと怪しくない？いや、それか料理の中、いや、この建物の材質、
石綿みたいな、そんな可能性も、まあ、ゼロではないけれども、そんな話あるって話になるからな。まあ、ミスリードというか、まあ、そんな可能性もあるんだけどね、あのアメに関しては。この施設について知っていること？ここに来てもうすぐ半年経つが、正直あまり詳しくないんだ。まあ、強いて言うなら、この施設での娯楽は読書しかないってことか。この部屋に貼る本はもうほとんど読んだぜ。あ、そういう理由なのか。あと俺が読んでいないのは2階の研究室にある本や、ジュリアさんたちが管理している資料や書籍だな。興味があるなら見に行ってみるといいぜ。あ、じゃあとりあえずこの部屋には、この施設に関しての資料はこれ以上はないっつうこと。オッケーオッケー。上に、でも上になんかあったかな、ここら辺とかは調べてもダメとか。オスカルさんは会話に変化がない。薬学に関する本が並んでいる。ミネルビータ X、 未成年が使用すると強い催眠効果を発揮する薬物。依存性があり、大量に摂取すると死に至る場合もある。薬の効果が切れ始めると、しばらくは悪夢を見るようになる。薬をやめて3ヶ月ほど経つと、悪夢を見る頻度が下がる。この時に再び薬を使用すると、すぐに幻覚、幻聴などの症状が現れる。薬を長期間使用し、重症化した患者は、妄言が激しくなり、正常な判断を奪われる。この薬物は未成年にしか効果がないため、現在、法律では麻薬と定義されていない。この薬物を使用した未成年者は、特別な施設にて更生プログラムを受ける。ああ、それがこの施設っていうことで、いいのかな。だとすると、ああ、昨日の夢は完全にこれの薬の影響は悪夢。いや、わからんけどね。で、ルームメイトも、あ、そっか。発症したっつってたもんな。どうなんだろう。現状ニコラは怪しい。怪しすぎてむしろ怪しくないまであるけど。難しいな。ただ、別にこれといった情報ではないんだよな。この建物は窓が少ないから、時間の経過がわかりにくいでしょ？ちゃんと意味があって窓をつけていないのよ。あなたたちが飛び降りでもしたら大変ですからね。笑顔で言うことかな。いや、まあ、この人、まあそうね。怖そうだけど、逆に怖すぎて怖くないか。この施設と何か関係がありそうだけど。魔女が見張っているみたいだ。今は調べられそうにないな。じゃあ外に何かをおびき出して、でもクローゼットは開けるんだね、君ね。強端というかなんていうか。あ、もうここの鍵の、なんじゃ出なくなったな。まあ、いっか。なんか、爆竹か何かを用意して、おびき出さないといけないか。外から音がする。あら、お客様だわ。きっとあれを持ってきてくれたのね。ジルド君、悪いけど少し手伝ってくれないかしら。手伝う、荷物運びですか。なんか、配達員っぽい人が、船漕いできたのか。そうだよな、どのぐらいなんだろうね、陸というか本土と離れてるんだろう。いや、湖のど真ん中の可能性もあるが。お疲れ様です、ジュリア夫人。今月も例のものをお持ちしました。ありがとう、配達員さん。確かに受け取ったわ。何かありましたら、また連絡してください。それでは、私はこれで。ジルド君、これ運んでくださる？花を預かった花か。今月も釣ってた。何に使うんだろう。はい、ジュリアさん。どこに運べば。
ふふ、ついてきて。こっちに来いよと、扉閉めなくったんで。よし、じゃあ魔女がいない間に、本土までバタフライで行くぜ。まあ無理だよね。こら、まあ逃げきれんか。ひとまずは、おとなしく話を。ためについていくか。あ、ここの奥に入れんのか。墓？ここは、お墓。一体誰の？ん？驚かせてしまったかしら。安心して。ここには誰も眠っていないわ。ジルド君、今あなたが運んでくれたそのお花。お墓に一つずつお供えしてくれるかしら。終わったら私に声をかけてちょうだい。この施設で亡くなった人たち、子たちのお墓か。もう6人すでに。昨日のは本当に、あれか？別の施設に送られていったのか？それとも本当は亡くなったんじゃないのか？わからんけど。まあ、昨日の今日で墓ができてるとは思えないけど。ありがとう、ジルド君。ジュリアさん。ここは、誰の墓なんですか？この施設に、どうしてこんな部屋が？勘のいいガキは嫌いだよ。ここは、私たちが殺した、子供たちのお墓よ。私とオスカルの、自己満足な罪滅ぼしの部屋。さっきも言った通り、ここには誰も眠っていない。遺体が埋められているわけではないわ。殺し。こんなストレートに言うわけないよな。いや、なんだろう、怪しすぎてやっぱ怪しくなくなってきたな。自己満足っつってたから、この構成施設、本当はミエルビタイクスで構成なんかできるわけないけど、なんだろう、やってるからとか。案外そのミネルビタイクスっていう薬物を作った、もしくは研究とかに携わった人たちなのかもわからんな。グラド、どうしたの？レオの様子がおかしいんだ。今までの奴らと同じ症状が出てる。お、これ夢ではない。意味不明なことばかり言ってて、全く話にならない。とにかく来てくれ、ジュリアさん。レオまであの症状が、なぜかしら。レオは今どこにいるの？グラド、案内して。ああ、やっぱジュリアさんの話しぶりからすると悪い人では多分ないな。いや、演技の可能性もゼロではないんだけど。しても、レオが心配だ。う。やめろ、やめてくれ。レオ。レオ、大丈夫よ。落ち着いてまずは深呼吸を。ヨルナ。虫が、口の中から。体中に気持ち悪。やめろ、こっちに来るな。ぐ。いや、これはきつそうだな。ああ、助け。レオ。殺さなきゃ、虫を、ここにいる。体。気持ち悪い。これはいかんな。あの薬の症状に違いない。レオはここに来て、もうすぐ半年経つ。今さら症状が出るなんて、一体どういうことじゃ？やはり何者かが。考えていても、しょうがないですわ。とりあえずレオを部屋まで運びましょう。症状を落ち着かせるには、睡眠が一番効果的ですから。ああ、そうだな。体に、やめ。まだ幻覚を見ているみたいね。早く落ち着くといいのだけれど。レオ、急に様子がおかしくなっちゃって、びっくりした。僕、レオが心配だよ。レオもまた、他の施設に送られちゃうの？そうじゃな。明日になってもこの状態なら仕方ない。
そんな。ねえ、僕もここにいていい。ジュリアさんたちの邪魔はしないからさ。心配なのはわかるが、ここはわしらに任せておけ。あまり大人数でいると、レオも落ち着かないだろう。君たちは夜まで他の部屋で待機していなさい。はい。レオのことが心配だけど、あの部屋を調べるなら魔女がここにいる今がチャンスだ。行ってみよう。ああ、こんな状況を利用するのね、ジルド君。まあ、仕方ないかな。いや、誰も彼もが怪しそうに見えるけど、誰もが怪しくなさそうに見えてきてるな。いや、幻覚とかって話が出てくると、どうとでも話が転びそうでさ。大丈夫よ。安心してゆっくり休みなさい。安心はできねえな。レオも落ち着かないだろう。心配ならわかるが、ここはわしらに任せておけ。まあ、任せるしかないっていうか、まあ、専門家だろうかな。資料を見に行くんだろうが、あの二人の話をちょっと聞きたいから後回し。ああ、ここにいた。お前、いい加減にしろよ。言い訳しても無駄だぞ。お前が何か関係してることは分かってるんだけど。うっさいな。君こそ何様のつもり？今は関わらない方が良さそうだ。あ、ニコラがこんな喧嘩腰になってるっていうのも、なんだか珍しいというか。グラードはとにかく仲間思いだな。でもそんなグラードがな、なんか、幻覚見て、割と悪さに加担してる可能性もゼロじゃねえからな。いや、まあ、ニコラは確かに怪しいけど。いや、ジルド君も怪しいんだよな。でも、あ、でもジルド君来る前から、これは始まってるんだもんな。魔女がいない今なら、ここの資料を調べられるかも。ミネルビータ、研究記録。子供たちのための睡眠導入剤、ミネルビータの開発は中止とする。やはりこの成分は子供たちには強すぎた。使用直後はよく眠れるようだが、その後の副作用が強すぎる。それに強い依存性もある。この薬はまるで、麻薬だ。私たちはこんなものを作りたかったわけではない。今回はとても残念だが、それも未来の子供たちのため、また一から研究を始めよう。ああ、やっぱここの夫婦はミネルビータ X を開発してた。で、その開発したものが自分たちの意図したものではない、意図した効果ではないから、だけどそれが麻薬として出回ってしまったっていうのに罪悪感を感じて、まあ、あのお墓作ったり、この構成施設を作ったりしたっていうことなのかな。あ、でもそうするとな、あの二人はもう完全に怪しくないというか、私もごめんなさいと言わざるを得ないのだが、さて、これであの二人と、ああ、喧嘩終わった？こんなところにいたのかよ。お前昨日の夜ニコラから何か変なこと言われなかった？いやもうめっちゃ言われたけど、何か気になることでもいい。気になること、あ、魔女が何かを隠してるって聞いたかも。魔女？うん、魔女、ジュリアさんのことだよ。ここのみんなはジュリアさんのこと魔女って呼んでるんでしょ？あ、違うのか。は？誰もそんな呼び方してねえよ。え？それにジュリアさんは何も隠してはいない。むしろ全部正直に話してくれる、口下手そうではあったけどね。自分たちがミネルビータ X を開発した研究員、あ、やっぱそうなんだ。ああ、そうなんだな。その薬のせいでたくさんの子供が命を落としてしまったこと。さっきジュリアさんが言っていたのはそういうことか。俺はニコラを疑っている。初めて会った時から重症のやつだと思っていたが、長期間薬を断っているはずの今でも、あいつの言動はどこかおかしい。多分、ニコラは薬を持ち込んでいる。飴じゃないっすかね。やっぱ飴っすかね。おそらくオスカルさんたちも気がついているはずだ。
でもまだ証拠を見つけられていない。だから何もできないんだろう。レオヤ、今までのルームメイトに症状が出たのは、きっとニコラが薬を与えたから。ま、これはあくまでも俺の憶測だ。信じられないならそれでいい。ニコラはお前のことを相当気に入ってるみたいだな。とにかく気をつけろよ。ニコラが薬を？いろいろなことが起きて頭が混乱している。でもグラードが言っていたことは筋が通っていた気がする。もしもニコラが薬を隠し持っているのなら。いや、ニコラに限ってそんなことはないよね。なんかすげえ信用しきってんな、ニコラのこと。まただ。また寝つけない。何か音がする。ニコラ、起きてるの？ごそごそ。そんなところで、一体何を？いや、それは割とあれなんじゃないかな。突っ込まない方がいいんじゃないかな。ニコラ。ニコラじゃない。こっちに来る。ここから逃げなきゃ。ああ、そうか。今僕は夢を見てるんだ。明晰夢。これは夢ってこと？それとも、いや、こっちが現実かもしれんぞ。ああ、いなくなってる。ニコラカッコカリが。ここで何をゴソゴソしていたんだろうね。何か悪いことかしら。じゃあまあ、ひとまず、とりあえず、まあまた、ガサゴソと探索していこうか。